ヤ富金魚の展示水槽ヤ富市、歴史民俗資料館は、愛知県ヤ富市前ケス町の型731に、ある博物館。1892年には、それまで、津島町に置かれていた海西郷役所が、ヤ富町のこの場所に移転した。1913年に、海西郷と海東軍が合併して、海部軍が発足すると、海西郷役所は廃止され、 海西合流役所の建物は、とみ町役場に転用された。敷地前には、とみ町道路原表が設置されている。1966年に、とみ町役場が別地点に移転すると、1971年には、この場所に、とみ町中央公民館が新築された。1991年5月には、中央公民館を増改築し、 八富町歴史民族資料館が開館した。2006年4月1日に八富町と十四山村が合併して八富市が発足し八富市歴史民族資料館に改称した。愛知県八富市は奈良県大和郡山市と並ぶ金魚の産地である。八富市歴史民族資料館の1階ロビーには金魚の水槽がずらりと並び、 日本で流通している金魚25品種のうち22品種を飼育展示している。人気のあるは金、竜金、卵中など珍しいとされるアルビノ竜金、ピンポンパールなど1996年に八戸見市で作出された桜に種器などを展示している。八戸見市は金魚の他に白文鳥の産地としても知られており、日本唯一の特産地となっている。 映像コーナーや展示コーナーでは、金魚と白文鳥の歴史を紹介している。余談であるが、2018年5月15日には、八戸市歴史民族資料館の職員として1話の文鳥が採用され、先輩学芸員と共に来館者対応を行っている。金魚と白文鳥の他には、水橋地帯ならではの農業や海苔養殖の歴史なども紹介している。ありがとうございます。